何？はっきり喋れ。始まりは娘の万引き未遂だった。俺は娘が万引きしたなんて思ってねえんだよ。カノに何したんだよお前。あーせや本当にすいませんでした。迫り来る父の狂気が周りの人をも追い詰めていく。逃げ出した相手を追いかけて何が悪いんだって。お前昔痴漢で捕まったらしいな。お前が何したか分かるまで諦めねえぞ。俺はただ本当の話が聞きたいだけだ。あなたの話なんて聞きたくない。あの子の何知ってるの。盗んだっていうマニキュア何色か知ってる。だから盗んでねえし、そんなのつけてるの見たことねえよ。透明だったって。無責任な娘です。でも娘を許してください。殺すぞキサラ。人は人を憎み、人は人に寄り添って生きていく。